湯浅一郎昭和6年6月23日は、明治、大正、昭和戦前期の日本の洋画家。政治家、湯浅二郎の長男。湯浅八郎は弟、上野国出身、同志社英学校、東京美術学校卒業、黒田清照の天津道場に学び、大正時代の日本の洋画界の重鎮だった。1888年に、 山本放水の聖匠漢画塾に入塾して、放水から洋画を学び、1896年には、白馬会の結成に加わった。1906年に、ジブラルタル経由で、スペインに渡り、アルヘシーラス、グラナダ、セビリアに滞在した後、マドリードのプラド美術館ではいくつかの作品を模写している。特にディエゴ・ベラスケスのラスメニーナスについては、 これを見たいためにまず、スペインに行ったのであった。この部屋に入った時は、これを見れば、他に絵を見る必要がないとまで思わせたと語っている。マドリードには、約1年、スペイン全体には、約1年半滞在してからフランスに渡り、1908年の第2回文典には、パリで制作した、イスパニア国風景を出品した。1914年庭には2課会の結成に参加。 1931年死去。つれづれその他、新島城の肖像画を描く。ありがとうございます。